一。1> 1. 他人のプライベートにぐさぐさと入り込む。こないだ銀座で見かけたわよ。一緒に歩いてた人、新しい彼と言ってニヤニヤ笑いをする女。あなたの会社は大きいから、ボーナスもすごいんでしょどのくらいと身を乗り出してくる女。いくつになったのそろそろじゃない別れてもいいから一度は結婚してみたら そのまま一人で死ぬことになったら寂しいわよ、ともっともらしく助言する女。そうじて、プライベートというものの認識が希薄な女たちである。彼女たちは、ドアチャイムも鳴らさず、いきなりドアを開け、土足でババッと部屋まで入ってきて、ドカッと座り込むような話し方をする。遠慮えしゃくなく厚かましい。恥を恥と思わぬ鉄面皮だ。相手の私的生活情報を、 リポータータよろしく取材しようとする。特に非公開分野に関心を抱くので、たちが悪い。個人情報流出にピリピリしている社会で、他人のプライベートに必要な興味を持ち、あれこれ聞き出そうと質問することは、それだけでもうマナー違反なのだ。例えば、コーヒーを飲みながらやんわり口調で言おうが、映画を見た帰り道で聞こうが、言い回しや雰囲気や状況には関係ない。 選択するという行為そのものが、程度の低い下品なアクションである。好奇心が強くてついとか、親しい間柄だからついとかは通用しない。昔から、親しき中にも礼儀あり、と言うじゃないか。ということは、昔からその手のマナー違反が横行していたのかもしれない。土曜日曜って何してるのその指輪、プレゼント付き合ってる人いるの などと聞くのもすべて大きなお世話の類いである。他人が土日をどのように過ごそうと、指輪の出身地がどこであろうと、付き合ってる人がいてもいなくても他人の勝手だ。隠して知らせないのが当たり前である。マナー違反の女たちは隠されると知りたくなるのが人情だと言い訳する。人情のせいにしては人情が迷惑するだろう。単に噂話が好きなだけなのだ。週刊誌で 芸能人のスキャンダルを読んでは、あのタレントって非生活が乱れてるのよ、と、会ったことも話したこともない他人の、しかもかなり立ち入ったプライベートに関する内容について、直接調べ上げでもしたかのように、革新的口調で吹聴する。彼女たちの毎日の言葉生活は、他人の噂話をデザートにして循環しているのかもしれない。プライベートと同様、 話し方というものへの認識もほとんどないのだと思う。自分のプライベートを突っつかれるとうるさいわねえという反応で不快感を示す。つまりプライベートを認識するかしないかで口にするフレーズが変わるのだ。プライベートを意識できるハートには知性の香りが漂う。周囲の人の対策。 不意打ちで質問されるから今日疲れて答えそうになるがとにかく知らんぷりを決め込もう。土曜日曜って何してるのと聞かれた時は好きなことよと相手の詮索を交わす。あまりに失礼な質問にはそんなこと誰にでも聞くんですかとか職務質問あなたには関係ないでしょとはっきりと言い巻き返しに出よう。やだーなどと笑いでごまかしてはダメ。 懲らしめない限り何回でもぐさぐさ入ってくる相手なのだ。だから、プライベートには立ち入り禁止が常識よ、と強く打ち込み、相手をへこますやり方も実験価値あり。自覚するためのワンポイント。あなたは自分のことをざっくばらんで気さくな性格だと思い込み、ぽろっと発した一言が、 そこまで他人を不愉快にさせているとは気づいていないだろう。しかし最近、あなたに対して距離を置いたり、打ち解けようとしたがらない人が増えていないかな。そんな時、またまたあなたは相手に何か問題が発生したんじゃないかと勘ぐる。その思考回路に問題があるのだ。あなたは、なぜ他人のプライベートに関心を抱くのか、他人の秘密を知りたがるのか、なぜ。 自分のプライベートから逃避するためにそうしているのかもしれない。真相を確かめるには他人のプライベートに費やしていた時間を自分のプライベートに注ぎ込んでみることから始めよう。